完璧だったわ。さあ行きましょう。さあタイトル画面が変わってます。いいね、なんか新鮮だね。さあじゃあ見ていきたいと思います。お願いします。さあどうなってるでしょうか。イベントは何なんでしょうか。レギュラーカードはどうなんだ。さあ来た。ちゃんと1時間で終わるのはすごいね。うん、めっちゃ読み込んでるわ。レギュラー2024登場。来た。おー、いいね。さあ前さん来ましたね。まあグレード高い選手たち紹介で入りましたけど、まあ当然いろんな選手いますからね。まあ見ていきましょうや。でイベントは一平くんと。あ、ゴールデンキャンペーン始まりました。おめでとうございます。ゴールデンウィーク来ました。ゴールデンコイン、ゴールデンコインなのになんと色はなんかちょっとゴールデンではない。なぜここはゴールデンにしないんだ。あ、お気に入りクラブ券もらえるやん。6本ありますね。いいですね。あ、コインももらえるんだ。30コイン。これあれもしかして。ライブでもらえるんかな。さあ、ゴールデンばっかですね。まあ、レギュラー券絡みですね、ほぼ。いや、そんでもないな。ゴールデンコイン交換所ありますね。あ、ミサンガ大交換。250、500。おー。まあ、ゴールデンウィークっすからね。はいはい。ゴールデンスペシャルミッション。いいですね。これお気に入り75件あるんかな。あ、レギュラーか。ここはレギュラーにしなくていいんだよな。で、金レギュラー券とかありますね。はい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 。はい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 。はい、ということで、ゴールデンキャンペーンが来てます、皆さん。ゴールデンキャンペーンね、楽しみましょう。次。お、え、これ何、これ何、これ。あー、びっくりした。これあれか、スパイクか、スパイクの枠か、なんかアイテムかと思ったわ。このオレンジの枠が。ガチャ来ましたね。何これ。何これ、これ何これ、おい、何これ。お気に入り券おまけ。うわ、金スパールの、マジ金スパールの。これちょっと後でまあ解説しますか、ガチャはね。ほっ、なんてやねん。まあ、でビクロいいわ。うん、ビクロはいいね。これはいいですよ。ビクロいいんじゃない。コインもあるしね、今回ね。優勝報酬倍か。あー、ドロップ倍じゃないんだ。ドロップ倍やったら最高やったけどね。まあまあいいでしょう。うん、まあいいんじゃないかな。お気に入り券もいっぱいもらえるし。一平くん干されてるよ、多分。うん、水原一平さんのせいで。うん、リミテッドマッチ開催ね、来ましたね。はいはいはい、いいですね。これ何エリアまで開放されてんの。20まで開放されてるね。あとは、え、これしかないの。他のステージ開放されてないの、これだけ。え、それ少ないな。何これ、サンフレッチェ広島。おい、 TS 出るだろこれ。おい、来たな、来ましたね、駒野さん。 TS あるよこれ。 TS でしょこれは。駒野 TS 来るな。うん、これ駒野 TS 来ました。ついにアビスパの過去グラブリック。ありがとうございます。来るでしょこれは。これで来なかったら意味わかんない。さあということで、ビクトリーロード開催の、お、なんで15まで。おい、なんで15までやねん。おい、どういうこと。刻むね、刻むね。なるほど。ちなみに皆さん、カード見てきました。カードどうでした、カード。まあ後で見るか。
先に、まあ、ビクロの解説とかちょっと先にさせてもらっていいですか？更新チェックの切り抜きのために。ちょっと先にそっちさせてください。あとはもうチェックし漏れてないかな？大丈夫かな？まあ、全部触れたね。ミキサーもまあ改正されてると。はいはい。まあ、これちょっと後で、まあ、ちょっとまた見ます。さあ、ということで、まあ、ちょっとこれも一応確認しといて。今1位なんですよね、ちなみに。1位まで上がってきたんですよね。このまま終わってくんないかな。直体残ってるからね、結構ね。だいぶ勝ち始めたね。うん。1位で終わってくれ。なるほどね。リミテッドマッチね。これも、増えてないね。ほんとね、ここだけ。ここだけはしょぼいでしょう。あんま嬉しくねえな。うん。あんまり嬉しくない。さあ、ということで、まあ、イベント解説ちょっと先にさせていただきたいんですが、まあ、ビクトリーロード。うん、解説きましたね。で、ビクロといえば、まあ、さっきちょっと触れましたけど、まあ、今回は優勝報酬ボックスチケット増量なので、まあ、このボックスね、ここの、これが60枚になってますと。うん。いつもだったらこう40枚とかなんですけど、これ60になってると。で、まあ、ハードの日本代表券があったりとか、まあ、いつもみたいにま、30回までいけば、まあ、グレード85ガチャ券もらえるとかね。うん。で、まあ、初心者の人、これ結構聞いてる人いるんだとしたら、まあ、ちょっとお話ししておきたいんですけど、このビクトリーロードはめちゃくちゃ周回した方がいいです、ちなみに。もう、マストは、ハードは30周して、まあ、イージーもとりあえず10。まあ、ノーマルは10までやって、まあ、20まで今回やってもいいと思います、とりあえず。まあ、累計報酬倍なんで、累計じゃない、優勝報酬倍なんで。まあ、やって、で、プラス、まあ、余裕がある人は、まあ、ハードステージをまあ、ちょっと回せるだけ回しておいてほしいなと思います。で、これは、まあ、イベント解説の時でも言ったんですけど、ビクトリーロードって、他のイベントにない特徴としては、回復薬貯めながら周回ができるんですよね。だから、バモを、で、GP 使って周回して、それを回復薬に変えるみたいな。まあ、そういう役割を結構担ってたりとか、あとは、まあ、オーバーランすることによって、このボックスのね、まあ、最後あるんですけど、ちょっと先に見とくと、この8回目以降ね、引き切りなんですけど、ずっとこれなんですよね。で、この一番上にある特徴のお気に入りクラブのグレード40以上グローリー券っていうのは結構価値があるものでして、これを、まあ、いくつか取って、その自チーム、自クラブの、まあ、40以上って言ったら結構ね、主力ところばっかなんですけど、そこを、のキラグロとかグローリーっていうのを狙っていって、まあ、フュージョンとかして、まあ、そこでいいセンス取ったりとか、まあ、もしくは、例えば、その、グレードがね、高い選手の、まあ、結局、その、なんていうかな、まあ、例えば、フュージョンして強いカードを手に入れた時の、ボーナスセンス解放用のグローリー貯めとくとか、まあ、そういったムーブを取ってほしいんですよね。だから、まあ、今回の目的としては、まず、ビクトリーロードを、まあ、各、まあ、ハード30、ノーマル20、イージー10しっかりやって、まあ、それやれば大体ここまで引き切りとか全然いけるんで、まあ、それをしっかりやってほしいなと。うん。というところですね。はい。だから、バモを使ってぜひね、頑張って周回を、まあ、ここしてほしいなと思います。はい。で、まあ、一応、ボックスバーってあるんですけど、これの話もちょっとしとくと、まあ、基本的にはこれ、システム的には特徴を取らないと次いけないんですよ。で、逆を返せば、ま、特徴を取ったら次いけるので、まあ、ここで言うとお気に入りクラブ券とかバーってね、特徴が続くんですけど、まあ、基本的にね、そうね、まあ、特に初心者の人アイテムとかバーって取った方がいいので、まあ、特徴と、まあ、ガチャ券とホイッスルぐらい。まあ、ソックスはね、別に取れなくてもいいです、正直。ブーストホイッスルとガチャ券と、まあ、できればゴールデンコインとお気に入りクラブ券みたいな。こういったところはしっかりと、まあ、取っていった方がいいかなっていう感じでずっとこうやって進んできてって感じかな。うん。って感じです。で、特徴になってね、お気に入りクラブガチャ券とかも絶対取った方がいいですね。これはもう絶対取るようにしてください。という感じで、まあ、8まで来たらもうずっと周回するみたいな感じで。だからブーストホイッスルとゴールデンコインと各種ガチャ券をケアできれば、まあ、ある程度、まあ、それが取れたらまあ次行っていいかなぐらいの感じで、まあ、考えながらやっていいと思うんで、まあ、そこはしっかりと、ぜひ、はい、取るものしっかり取って、まあ、特にね、初心者の人ブーストホイッスルとかしっかり取った方がいいんで、
まあ、これも取り忘れないようにね、まあ、ぜひ気をつけてください。はい、ということで、じゃあ実際にね、ちょっと進みながら、まあ、お話をしていこうと思うんですけど、まあ、別にどのエリアからやってもいいです。まあ、ただ個人的には、まあ、ハードから先潰した方がいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、そっちの方がやりやすいかな。まあ、結局ね、一番やらないといけないのここだからね、うん、って感じですさあ、あとはまあもうほんと周回かな単純にもうあとは周回するだけです。はい、30日まででしょうからね。うん、まあ土日、まあ祝日も入ってるんで、まあできれば頑張って周回してほしいなと思います。さあ、みんないろいろ多分レギュラーカードとか見てきたでしょうね。僕もちょっと後で見に行きますけど、うん、強い選手いました。さあ、マテウス・サビオが超次元でボナセオフェ、強すぎだろ。サビオ強いの？裏が弱い？マジ？コンちゃんレギュラーひどいよ。え？マジか。アンデルソン・ロペスがいい。札幌開幕スタメンの近藤、宮沢いなくて、え、開幕スタメンじゃないの今回？じゃあ去年と違うんだな。はけえ、前、町田のサイド、超ロングスローなかったですね。新スキル来ないとないもんな。まあ、あったら面白そうですけど。インパクトシュートってウイコルでどんな感じなんですか？見てから見ましょうか、じゃあ、この後。まあ、とりあえずこんな感じでビクロは周回して、まあ、しっかりと、さっき解説した通り、まあ、ボックスの交換ぐらいかなと。うん。まあ、そんなに難しいイベントじゃないんで。まあでもいいイベントなんで頑張って回しましょう。外しまくりで草。そう、外すよ。うん。予想なんて外れるでしょ。うん。逆に外してた方がいいでしょ。下手したら。あんまり当てすぎると疑われるからね。あれ？もしかして、社員さんですか？つって。うん。さっき馬が合わないね、運営とね。最近さ、本当にさ、イベント予想やってて思うけど、2分1マジで外すね。2分1まで絞って全部外してるな。逆返せば、まあ、僕が2分1まで大体絞った方の、逆の方が来ると思えばいいんじゃない？うん。だってさ、一平くん、だって好みが一平くん欲しいらさ、一平くん来ないよね。うん。まあ、やりにくいんじゃない？水原一平さんのせいで。それがもう廃止になったかい。もしかしたら廃止になったかもしれない。あの一連の騒動のせいで。うん。一平っていう言葉はもう使えなくなりましたっつって。ね。全部と言っていいぐらいスターターの介護官だらけ。まあそうなってもおかしくないよね。お、トリックドリブル解放した。そっちじゃないんだよな、でも解放してほしいの。トリックドリブルの方かよ。おい。一番ひどいのは所持上限を増やしてくれないこと、マジで。もう無理じゃん。もうやれないじゃん。もう J リーグクラブチャンピオンシップコレクションゲームじゃないんだな。どうしよう。もうやれないじゃん。もう足りないじゃん、普通に。うん。もう普通に足りないよ。ボックスが。残念ながら。ボックスも資金もないしな。もうやれないよ、ゲーム。ボックスの空きもない。で、それを確保するためのフュージョンする資金もない。どうやってやっていけばいいですか、このゲーム。まあ、とりあえずビクロ来たから、まあ、ある程度は稼げるな。まあ、これは一つ助かったとこである。まあ、でも正直今ガチャ券引く意味ないからね。
僕も正直引かないもん。うん、僕も引かないな。30日までガチャ券、まあビクロの分はもう引かないね。とりあえず保管だろうな。引く意味がないもんね。お気に入り券ぐらいじゃない、最後のあの中谷慎之介チャレンジするかぐらい、それぐらいだな。ということで、まあビクロの解説以上ですかね。まあそんな感じで、まあある程度しっかりやれば、まあちゃんと成果ついてくるイベントなんで、まあぜひ皆さんしっかりとやりましょう。はい。で、あとですね、まあここからちょっとレギュラーカード見ていきたいと思いますけど、まあ皆さんが、ね、今ざわざわしてますけど、まあ実際どんなもんなんですかね。ちょっと見てみますか。はい、レギュラー2024が登場しますと、はい、440人、スペシャルスキルにクラブリンク搭載。これ結局何の意味があるんだろうな。各選手カードのクラブリンクボーナス対象クラブと編成で選択中のクラブが一致していると効果を発揮します。は？スペクタクルトラップの回スキル、ああ、回スキルか。上位スキル。今、上位スキルと勝手に錯覚したわ。インパクトシュートはライジングシュートの回スキルです。え、なんでさ、いつも思うけどさ、レギュラーって回スキル追加するんだろうな。もういらなくなるでしょ、多分そのうち。さあ、ざっくり見ていきますか。岡村選手いいやん。パーフェクトスティール、ハードタックル。ほらね、やっぱレギュラーカードセレクトスキルないじゃん。そうよね。ない気がしたわ。上田選手、ショルツ。ショルツ当たりじゃん。ショルツいいじゃん。ダイナミックに出せるとピンポイントタックル、フィードでボナセンディフェじゃん。欲しいな。サビオ97、超次元高速ドリブル、ターンフェイント、ボナセンオフェ、強いね。まあでもこれ、使いにくいな。あ、まあ OMF が一番いいんかな。OMF 一択じゃないか。ディエゴ95、スペクタクルループ超絶ボール、ストライカー。うん。マテウス・ハイト・セービン。セービン、あれ、シュートセーバーついてないじゃん。チャンミング、タックルフクリア。まあ、レギュラーカードやからね。気になる選手誰かいるかな。あ、小島選手、シュートセーバーあるやん。シュートセーバー1対1。ランゲ、エアフォートレスで、セービンのマイク。誰が作ったの、これ。幼稚園生かなんか落書きかなんかレベルでひどいんだけど、これなんだろう、これどういうことこれ、意味がわかんないんだけどな。落書きじゃんこれ。落書き重長じゃないんだよな、スキルは。ダマン心臓チッパスキラパス、おお、これちょっと面白いね。スターターよりこっち、あ、でもスターター欲しいな。スターターの方がいいか。これはこれでなんか使えそうやけど。インパクトシュートきたね。ライジングの回スキルで A スキル。まあそっか。強いんか。ライジングがそもそも普及してない。ライジングの回スキル普及すんの？なんかめっちゃ持ってるやん。インパクトシュート。は？は？まあスターター当たりすぎたか。前さんトルクインターフィード。やっぱスキルいいな。ずっとこんな感じやもんな。めちゃくちゃいいな。まあ、ゴールキーパー軒並み厳しいっすか、やっぱ。素材っすね。はいはい。誰もシュート、ほぼシュートセーバー持ってないやん。これ、井上選手ちょっと面白いね。フラスルハードチェイシング。あ、鈴木大輔選手も、まあまあ、でもあんま強くない。おお、三平選手、異次元シュート、起点の動き、ヘッド。おぉ。乾選手、コントロールトラップ、レールパス、ターンフェイント。いや、当たりだろ、こんなの。めっちゃ強そうやけど。これ強いだろ、これ。これフラスル、これターン、ん？これ B がチップパスとかやったら最強だったんじゃないかな。うん。ターンフェイントでも強いと思うけど。これ強いだろ、普通に。これ当たりだろ、これ欲しいよな。こういうの欲しいよ、一枚。榎本選手、ダブルタッチ、アリクロス音速。うん。鈴木選手、スキルいいやん。パイプとスティール、ハードタックル。前さん、高幸さんの方。まあ、スターターの方が強いな。まあ、スターター出てる選手は多分スターターの方が全部強いだろう。ねえ。そんな感じよね、多分。ファーマーもきついね。黒木選手もま、なんか去年の前半みたいな。
野村選手、フラスルタッチフェイント、ドライブシュートもいいね。ゴリオ選手、まあまあレギュラーってこんなもんでしょう。まあいいでしょう。まあでも強い選手は強いね。まあ、岡村選手とかも良さそうですし、まあショルツもまあいいし、まあサービオもいい。まあね、ここら辺特にいいですね。まあ脇坂選手もこれぶっちゃけそんな悪くないな。ターンフェイント、エンジェルパス、ミドル。まあまあまあ、ボナセオフやしね。まあ杉岡選手もまあいいしな。ダイナミックインター、ヘディング、ハードタック。まあ当たり外れしっかりしてるイメージですかね。ということで、ちょっと僕アビスパの見ていいですか。ちょっとアビスパ見よう。レギュラーカード、奈良ちゃんどうよ。見なかったことにしよう。見なかったことにするわ。拒否。ロングループ、カーブシュート、フェイントドリブル。シャドウしようか。岩崎選手は、ちなみに。急降下ミドル、カットイン、フェイント。まあ、スキルはいいんだ。そっち系できたか。まあまあまあ。やっぱ、あと気になるのは、浦和かな。浦和見とこ。ゴッドハンド後方からのロングフィード制空権。まあ、そんなもんよな。85。いやー、これ素材欲しいな。ファイトスティール音速。まあ、スキルはどうでもいいもんな。あ、ホイウラーテン。ピンタクインターヘディング。いいじゃん。裏は全然いいじゃん。他よりは。多分。いいんじゃない。伊藤敦樹選手80か。岩尾さんもレギュラーないからな。岩尾さんのレギュラー欲しいな。小泉選手さらに落ちたね。サンタナとかあんの？サンタナあるんだ。82か。グスタフソン72もうまいな。これ普通に裏はいいよな。いいね。浦和いいっすね。浦和いいね。あ、ちょっとあとガンバ見に行こう、ガンバ。ガンバ今引く価値あるのか。黒川選手84になっちゃったかな。半田選手ここないか。三浦選手85超えてんのかな。79。あ、山田選手ね。81、あれ坂本選手、岸本選手、鈴木徳馬選手、中谷慎之介くんは、フィンタグスペースへのフィードパスカット。まあ、解決にはならないか。レギュラーじゃちょっとあれか。まあ、ダマ見たね。ファーラーの。